はいどうも、しゅんこんティータイムようこそ。ということで今回もですね、チュラ島暮らしの続きやっていきたいと思います。で今回は滞在2日目ですねを、やっていきたいと思います。いやー、あのね、マジでね、このゲーム癒しなんだよね。本当にもう仕事の疲れをね癒してくれる。で行きましょう。そこに古い井戸があるでしょ。私が子供だった頃はこの村にはまだ水道が引かれてなくてね、あの井戸から毎日水を汲み出したもんだよ。これね、右にあるやつね。で君はもう、りょうたくんは同じこと言ってるから無視してでけいこさんね、で、ね、この島で一番綺麗な景色って知ってる？どこだろうな。それはね、丘から見える夕日よ。この季節なら18時ぐらいに丘に行くと綺麗に見えるはずよ。そっか、今度行ってみるよ。いや、丘にもね、行けるのかな？あの、倒木がある場所かな、もしかしたらね。で、トーバラさんね。この島ではね、まだ自然と人間が隣人みたいな関係なのさ。例えば、ハブは畑仕事の時に危険だけど、駆除しすぎればネズミが増えて作物を荒らす。ネズミがいなくなれば害虫が増えていく。こんな風に自然と島んちゅう、つまり島に住む人間の生活はつながっているのさ。島に住む人間、島んちゅうか。島んちゅうは自然と上手に付き合うことが大切なんだ、なんですね。島んちゅう方言図鑑に記録した。まだ記録してなかったんだね、島んちゅうね。はいはいはい。おばあちゃんいいよな、やっぱなんか可愛らしいよな。で、おじいちゃんね。ジュラソンは小さな村だがね、昔はもっと大きな集落だったんだ。本島からの定期船が出入りする町が発展してから、ここに不便さを感じた住民はみんな引っ越してしまった。今この村に住んでいるのは、本当にこの場所を愛している者たちなんだよ。まあ、絆が深そうですね、そういう人たちはね。で、金城さんね、おはようございます。数日前の台風のせいで、うちの農園もいろいろと、被害があってね、お忙しさ。少し落ち着いたら君にも手伝ってもらおうかな。ユイマールの精神ですね。お手伝いできることがあったら何でも言ってください。いいですね。仲が良さげで、とても癒されますね。はい、じゃあこのまま下の方にね、まあ、町というか普通に海の側にね、海の側ってなんだろうね。海側に行きましょうかね。はい、多分シゲマさんがいるんじゃないかな。あ、いましたね。話しかけますか。で、今回初めてなんで、ハイサイをして話しかけましょう。メンソーレ、どうだい？土産やシゲマで何か買っていかないかい？ああ、僕、観光客じゃなくて、チュラ村に移住してきたんです。なんだ、そうだったのか。まあ、それなら付き合いも長くなるだろうし、よろしくな。私はこの店と同じく、シゲマって名前なんだ。よろしくお願いします。あ、そういえば、メンソーレってどういう意味でしたっけ？メンソーレはいらっしゃいって意味さ。いらっしゃいなんだね。へえ。そうだった、そうだった。忘れないように方言図鑑に記録しておかないと。この店はご覧の通り、チュラ島の、名産物を売っていたり、簡単な食事なんかができるところなんだ。最近の売れ筋は、シーサーの置物かな。全部手作りなんだ。いいね。可愛らしいね。へえ、一個一個作るのはなかなか大変そうですね。そうだ、もし暇なら、今度シーサー作りを手伝ってくれないか。あ、マジか。やってみたいな。遊び程度のつもりで気楽にやっていってくれていいんだ。もしうまく作ることができたら、お店に置く代わりに何かお礼をあげるさ。いいね。うまくできるかな。いや、でもさ、そういうなんかね、特別なね、行いじゃないけどさ、イベント的なものをいっぱいあるのは楽しそうだよね、本当に。じゃあ、海のね、方に話しかけましょう。なんだっけ、友寄せさんか。釣りはやってみたかい？投げるポイントによって、釣れる種類が異なるから、いろいろと試してみるといいさ。まあ、大体同じことしか言わないね。はい、じゃあまあ、釣りはね、できるんですけど、どうしようかな一回ちょっと町に行ってみようか。町に行って、あともう一回シゲマさんにね、話しかけて、なんか買い物がね、できるかは後で確認して、やっていきましょうかね。まあ、10時半まで、いや、13時までか。あー、先にじゃああれだな、シゲマさんに話しかけてもよかったな。
で、町の人ね。あがー、また痛いって言ってますね。で、飲食店がある。はいはいはい。食いしん坊さんには、ね、いっぱい食べ物があるのはいいねみたいな話をしますね。で、恵子の、ま、母。チラ村には私の知り合いもいるんだよ。私もあの村に住んでいてね、わけあって出稼ぎに来てるのさ。なんかちょっと闇深いね。で、あなたは？あー、あの人のことが、あー、めっちゃ好き、とても好きなのにっていう人ね。まあ、大体変わらないのかな。このワンちゃん可愛いねって言ってるのも変わらないし、町に来る、メリットがね、まあ、今んとこはない感じなのかな。もしかしたらね、もうちょっとそう数日間ね経った後に来ると、もしかしたら何かイベントがあるのかもしれないけども、じゃあもう一回しげまさんにね話しかけて、なんか食べ物とか買えないかな。しげまさん、港のシーカヤックですけど興味があるので乗せてもらえませんか。あ、そうだそうだ、忘れた。ああ、あれか。私も運動がてらに始めたんだが、どうも店の方が忙しくて活用できてないんだ。どうしようかな。そうだ、今度シーサー作りで90点以上出すことができたら自由に使わせてあげよう。マジか。割と難しそうだけどね。そういう目的意識があった方が何事も上達しやすいもんさ。まあ頑張ってごらんよ。じゃあシーサー作りできないの。あ、来ましたね。メンソーレシーサー作りに挑戦するかい。じゃあ説明を聞きましょうかね。陶芸って言ってもやってもらうのは目、鼻、口をくっつけるだけだよ。お手本を見せるから、その位置を覚えて同じ場所にパーツを乗せればいいのさ。ああ、そういうなんか唐辛子とかにやるね、顔合わせみたいなのあるじゃない。あれな感じかな。あ、福笑いか。福笑いみたいな感覚でやればいいのかな。うんうん、まさしくその通り。でも、お手本は毎回微妙に、位置が違うから、開始時のお手本はよーく見ておくんだよ。それじゃあ気が向いたら挑戦しておくれ。 OK、 じゃあやってみましょうかね。審査作り始める。よしよし、それじゃあ店の中の工房に入ってくれ。店なのかな、もうなんかもう普通に屋台みたいな感じだけどね。審査を作ろう。お手本の位置を決めています。え、何、お手本の位置を決めてるって何。この位置をよく覚えて。え、この右下ってこと。うわー、待って待って待って、この位置を覚えて、はいはいはい。うわ、え、待って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 、そういうこと。え、むず、こんぐらいで、はいはいはい、まあこんぐらいで。うわ、ちょっと目離しすぎたかな。むずいな。え、思ったりやばい、ちょっとぐちゃぐちゃすぎるんだけど。待って、斜めすぎるんだけど。これ割とこうあれだね、ちょんって押してもこうしかできない。あーあーあああああ、もう全然最低値になって全然無理です。グッドグッドグッド、あ、グッドなのそれ。でもこれ何点ぐらい。まあ52点だよね。まあそりゃそうだよね。お疲れさん、今回の出来は52点だな。んー、なんだか惜しい感じの出来上がりだね、仕上がりだね。すいません、なかなかお手本を覚えられなくて。でもなかなか筋はいいみたいだから、また気が向いたら挑戦してほしいね。よろしく頼んだよ。 OK、 じゃあもう一回やれるかな。何回でもやれるんだったらちょっとね、何回かやっていきたいね。はいはいはい。90点を目指したい。なるほど、また右下なの？ねえ、めっちゃ右下じゃん。右下で、ちょっと鼻から1個ずつずらして、間ぐらいか。はいはいはい。まあ、こんぐらいかな。こんぐらいの鼻の位置で、もうちょっと右下だったかな。で、ちょっとね、ずれてんだよね。こう。どうだ、近くていいかな。あ、まあ、こんぐらいだね。こんぐらいで、はいはいはい。で、こうして、はい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 。割とでもいい感じじゃない？もうちょっと左上かもな、でも。はい、こうしまして、はい。あー、パーツの形的には悪くないけど、あれだね、やっぱ場所がちょっと、あれだね、右すぎた。あ、68点。うわー、これ位置が、ね、もうちょい左だったらこれ100点いったんじゃない？もしかしたらね。あー、割と90点はなかなかに難しさ。あともう一回だけちょっと一旦ね、挑戦してみて、で、他のことができないかをちょっと確認してみますかね、またね。いろんな人にもう一回話しかけましょうかね。うわ、顔ちっか。顔を、もうくっつけていいんだね。鼻の穴が見えないぐらいのくっつけて、目も鼻にかかってる。で、右の、これ、ピンク色ってか、後ろの背景で覚えよう。
こう右の四角ね、なんかピンク色っぽい四角と左の真ん中の四角になるようにだから、顔の位置的にはうわー、なるほどなるほど、結構な難しいですぞ。まあ、ここが間だとして、でこんぐらいとしよう。はいはい、でこうこんぐらいかな。はい、こうして、うわ、いやこんなんだっけ、なんかもうちょっと、もう一個上だったかな、もう一個上、いやこんぐらいだった気するけどな、割と。で、はいはい、口をこう、ここ、うわうわー、割と欲しい、ほんとパーツはもう完璧なんだけどね。はい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 、これまた68点か。え、思ったよりむずいけど面白いな、めっちゃ面白いんだけど。はいはいはい、まあじゃあ一旦また、多分次の日もねやれると思うので、一旦今日はとこれぐらいでして、時間がもうね、時間がねやばいから、家に一旦帰りましょうかね今日はね。いや面白いな、あのシーサー作りとか顔作り、もうちょっと練習してやれるようになりたいね。で料理がまだできないんだよな、どうしよう、他のちょっと人にもう一回話しかけてみて、特に何もなければ、まあ代わり、うん、大体まあ1日1回ぐらいの代わり用なのかな。はいはいはい、まあ、変わらなそうだね。じゃあ一旦帰りまして、はいはい、終了しましたの、うんね、強制的に、ね、寝かされましたけど、じゃあ寝ますかね。今日もいろいろあったな、よし、ブログの更新をしておこっと。うん、ハイサイチューラットグラシブログで、まだまだもう2日が過ぎて本当に時間が経つのは早いなって思う。そうだね、でもまだまだ未熟な新米です。ひげまさんの店でシーサー作りいっぱい作ったけど売れてるかな。いやあれはちょっとさすがに売れないだろうね、顔のパーツがあれだからね。お、訪問者7人、でトリックバッグみたいなのがなんかあれかな、保存してるっていう感じなのかな。はい、滞在3日目ですね。まあ一旦じゃあ今回は、これぐらいで、まあね、2日目でしたけども、とりあえず、シゲマさんに挨拶をして、ね、で、その後に、ちょっとシーサー作りをね、作らせていただきましたけども、させていただきましたけども、すごく面白かったですね。はい、ということで、じゃあまたね、次回もね、シーサー作りとか、他のね、場所を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、また次の、動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねー。